おはようございます、くるみんです。リーマン弁当作ってます。最後の仕上げです。やばいやばい、すいません、今日はもうあっち、今日静か、もう集中してる。ママさん、頭に何かついてます。いや、もういいの、これがリアルな朝。もうマジ朝やってる。はい、パパの好きな、パプリカとエリンギじゃなくてエヌキのバタ炒めです。あ、マーガリン、無塩バター、違う、無塩マーガリン。あーできた。ちょっと待ってくださいよ。あとね、10分以内に私はこれを全部詰めなきゃいけないんですよ。で、これ使い増し使い増し。見て、リーマンパパが私にこんなの買ってくるの。60のばあちゃんに、キティちゃんだよーって。で、60のババアに、キティちゃんだよこんなんで喜ぶと思うのか。たまたま売ってたんです。嬉しいです。あ、これだ。もういつもドタバタとパパすいませんね、朝隣で売りたくて。うん、ない。それが怖いんだよね。あのね、あ、今日すごい絡んでくるね。ちょっとね、ママはね、そういうとこじゃないんだけど、うん、ちょっとやりながら。何の話してたっけ？ん？今何の話してたっけ？キティさん。その後、あ、やば、忘れたね。二人してやば。時間がやばい。今日はね、パパの好きなものばっかりだよ。うーん、ネギオイルを絡んでくるでしょ。え、何？ YouTube 出たい。うん。うん。オイルがね、今日ね、これしかね。はい、どうぞお願いいたします。もうね、時間がないからね。あ、違う、タイマー設定しない、タイマーしてない。炙り炒め、これがね、炙り炒めで、あの、セッティングしないとこうやるとね、ガス消えちゃうんですよ。もうとにかく安全装置がついているので、ゴーヤ炒めます。そう、あの、パパさんのお父さんが沖縄なんですよ。はい、ということで、お父さんがね、あの、チャンプルとかソーキ汁とかよく作ってくれるんですよ。で、主人で、お母さんが埼玉なんですけど、どっちかっていうと主人は沖縄寄りなのかなとか思うんですけど、でも最近はもう私の味に慣れてくれるようになりました。はい、これで出たら放送禁止事故。大丈夫。あ、でもいつもメイク室で見てるよね。これね、並行して炒め物やらないと間に合わなくなってきたのね。並行してやるよ。
元気。元気元気。このパラパラピンクが役に立つ。え、入れちゃえ。今日はゴーヤが小さかったので、でも98円野菜って本当に助かるよね。もうすぐ飛びついてしまいましたよ。おいつも炙りにしないと。はいはい。炙りでーす。よいしょ。よいしょ。もう3月からお弁当作り始めてさ、もうリーマン弁当パパ、パパ違う、リーマンパパ弁当飽きたでしょ。え、そろそろ飽きたでしょ。リーマンパパ弁当飽きてない。飽きてないけど、まだ声でかいですね。ごめん、つい大きくなる、うん。リーマンパパ弁当飽きてないの？うん。ああ、うん、パパの癖。ああ。私のダッシュはレンコンのチンピラ作ってます。大概は私の好きなもんばっかり、食べたいもんばっかり作ります。でもメインはこれじゃないんです。ゴーヤのひき肉炒め作ってます。でもこれがメインじゃないんです。まさかお弁当を作る生活になると思わなかったよ。もう嫁やらない、主婦やらない、何やらない。えっ、魚が焼けたぞ。こんな条件の中、もう3月から、おっ、鮭が焼けた。3月から作ってんだもんね。あっち、本当に作ると思わなかった。すごい、1、2、3、4、やったーでかけちゃって1、2、3、4、やったーでかけちゃって2回繰り返すなって。あ、できた。ゴーヤ、鮭が焼けた。ゴーヤできた。フライパンもう一個出さないと多分間に合わないで、フライパン持ってこよう。リーマンパパドライヤーかけてますごま油、ごま油、あ、ごま油しかまだ入れたんじゃないじゃん。ごま油、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 おーい、この中整理しないと分量がいっぱいだぞー。出てきて、これごま油くん。今日は味噌汁の方忘れないぞ。なんか一番ドタドタなのに一番なんか優勢かもしれない。こっち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 は、はい、今日のメインでございます。ねえ、こんだけ私が家にいるってどんな感じ？
特徴を伝えますね。え？特徴を伝えますね。何？ん？何？すぐ答えが出ません。すぐ答えが。あの結婚してからまだあの好きだよとか愛してるとか本当に真正面で言ったことないよね。うん、言ったことなくはない。あ本当に？うん。芸能人の仕事してるやんか。うん。その私がテレビを見て私が出てて、うん、でここでキッチンで料理作ってて、うん、どんな感じなの？あ、まあ人間ですか。なんていうか。まあ不思議は不思議だけども。うん、それで。ママ50キロ過ぎましたもん。あ、はい。いつもこうやってはぐらかせない、うん、いつもこうやってはぐらかせ、おばさん心は痛む。もうレンコンのきんぴら、レンコンのきんぴらはですね、もうシンプルに、もうとにかくみりんとお醤油だけ。で、生姜焼きもみりんと生姜と お醤油だけ。そういえばさ、パパにあのまだ結婚する前に初めて作った料理が生姜焼きだったね。うん。覚えてる？覚えてる？覚えてる。すごいじゃん、覚えてて、うん。それってどんな感じだったの？どんな感じ？もう次はカレーですね。次はカレー、うん。あの時さ、もうキッチンがさ、調味料はないわさ、うん、冷蔵庫はこんなちっちゃい、なんかこう、なんか、あのウィークリーマンションみたいな感じのところのさ、男の、そうそう、もう料理する状況じゃなかったんだよね。で、生姜焼き作ったよ、うん、その時のこと覚えてんの？覚えてる、覚えてる。感想は？美味しかった。美味しかったって。うん。じゃあ最後にですね、レンコンの最後に、ごまを入れておしまい。キラキンごまなんですって。もう出てくる言葉が昭和。そうです。私は昭和生まれです。昭和35年1月6日生まれ。もうすぐ誕生日で61歳です。ほら、きんぴらができた。ごまを振りかけて、出来上がり。はい。ごまのきんぴら、出来上がり。ごまじゃないよ。ね、このきんぴら出来上がり。で、今日はですね、50分、暑くてダメだ、お豆腐の味噌汁。はい、今日のメインは、はい、豚の生姜焼きです。出来上がり、できたじゃん。まあ、間に合った間に合った、大丈夫大丈夫、うん、お味噌汁を
なんかさ、まあお豆腐がドーンと一丁見えるか。ドーンと一丁一丁手前一丁多かったら残してね。うん。わざわざ LINE でさ、これだけ残しましたって言って報告しなくていいから。で、正直に言った方がいいかなと思って。だってさ、いや、これ食べられないとかさ、味がちょっと変だとか、もう次はこれ入れられたら困るなっていう時はさ、わかるけどさ。レモンパパ玄関行っちゃった。レモンパパが玄関行ったよ。シャケ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 焼いた。どーん。シャケどーん。もうね、たくあん切れたまんま、こういうのもないとね、ガチ朝弁当なので、もうあの10分と作ってましょうぐらいなノリのお弁当じゃないので、まずメインの生姜焼きから入れるか。生姜焼きもうさ、今日はもうあの気取ってられなくって、なんかあもういつも気取ってないか、なんだろう、この靴を履く、リーマンパパが靴を履くこのプレッシャー、この駆け込みを何度やったことか。はい、レンコン入れます。あちゃ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 、はい、ゴーヤ入れます。ゴーヤ入りました。はい、リーマンパパの好きなこれはどこに入れるんだ。はい、梅干し入れます。入りました。たくあん、たくあん入りました。今日のメインは生姜焼きでーす。リーマンパパの出来上がり、すごいぐちゃぐちゃ。でも食べられればいいよね。はい、リーマンパパ弁当の出来上がりでーす。いつかはリーマンパパの本音を聞きたいでーす。じゃあねー、ありがとうございます。今日もありがとうございます。